え、じゃあなんで中和してんやろ、そっから。え、うまっ。やばいやばい、なにこれ。インパクトしかしてない。衝撃映像。弱です。これ、うわなんだこれ。いや、マジでうまい、マジでうまい。技の使い分けは完璧。無料に買って。あ、レモンさん、あ、ひいきしまって。あーてか、やばいな、これ。枝さん負けてるやん。やばい、チュンリーが許さんぞ。キーホンダ。チュンリー村が焼かれてるホンダに。ニャンチューさんに勝って、枝さんに勝って、ウリオにも勝ってる。ちょっとこのモダンチュンリー対ホンダのチャイ見よう。てか、ヒグネモンに 連勝してるのやばいけどな。この人マジ強いよな。おぉ、終盤から。そのガイル、チュンリー、JP にはいけるってことやな、ホンダは。少なくとも。この大会の結果見たら。いい色やな。おぉ、振り向いて。振り向き続き。さあ、早え。流れるような思考キャンコマないで。おぉ、あ、これいいね。頭突き待ってる相手に、あれか、前ジャンプしちゃったら、百裂でかわせんのか。あ、今のめっちゃいい対策やな。あー、味しめてる。そのうちエクスカリバーでどつかれそう。そのうちなんか、ひどい目に遭いそうな空中百裂の使い方してんな、これ。うわ、すごい。猫騙しで消して、百裂されて。で、これ普通にいい勝負やな、これ。この二人。これがね、あおー、なるほど、うまい。やっぱあれやな、モダンチュンリー使いとしての技術がやっぱ俺より高いよな、今みたいに。ちゃんと前に歩いて振り向いてから簡易に出してんけど、今のとかって、俺多分、できないよね。俺やったら、弱点賞を出そうって発想になんねんけど、やっぱモダンチュンリーのやっぱ連機がやっぱ、あの辺であるよな。高いよな。あるよな。なんかワンボタンタイプがね、やっぱうまいよな。俺より。あの、枝さんもそうやし、ギノニアもそうなんやけど、うまいよな。痛い。ホンダの殺戮ショーが今、始まろうとしてる。もうこうなったらもう誰も止められへんからな、ホンダを。お、うまい。ちゃんと今、ジャンプして、上角にしてた。いやー、これね、やっぱね、キキさんね、そのね、なんつうかな、ケツのこの、当て感っていうか、これめっちゃうまくて、これ、キキさん、この100巻の打ち方マジでうまくて、あ、この人は、こういう、却下に対してこういう受け方する、してるなっていうのをね、見てんのよね。やりながら。だから後輩になればなるほどこの人却下通すんよ。いや、結構あれ技術で、で、ケツってマジで、7色じゃ足りないぐらいケツって種類あるから、弱中強プラスその方向があるから、実はその却下って言ってもいろいろ、その、使い分けれるから、ちゃんとね、多分ね、使い分けてんのよね。この人はこのタイミングでパリするから弱にしようとか、いろいろできるのよね。うわぁ、もう。とりあえず行ったりのインパクト。使わんよな。あぁ、死んだ？あ、死んだ？いや、さすがに死なんよな。うん。で？はははは。今のとかはもう、絶対に返せない。下下じゃないと。あの、ワンボタンで今の100巻を返すのは無理。で、これ、樋口に、2連勝してんねんけど、これ。俺、自分でホンダ使ってて、嫌やなと思ったキャラ、マリーザとかなんよな。あー、でも、しゃがみ強パンチでちゃんとケツ落とされたら、まあ、ぼちぼちきつだけどな。うまい。あと、あ、JP きついな。
JP もかなりきついと思うな、ホンダ。まあ今んとこはかなり上手すぎでしょ。まあ、樋口ペースですね。あー、やっぱこれだ。このゲームやっぱこれなんだな。インパクト当てれるやつが偉いゲーム。うまっ。使わないよな、これ。1ゲージか。うまいねー。まあ、ホンダのいいとこやっぱコンボが高い。ホンダ死ぬほど爽快感あるからな。なんか消えたぞ、あいつ。で、中足が、じゃあなんで中足すんやろ、そっから。うまっ。ちょっと待って。どこや、さっき。おお、これか。大Kすかして。かっけー。まあ、ホンダはでもそうだな。差し返しが、てか、インパクトの圧がやばすぎる。てか、ホンダのインパクトマジで強くて、すでにその百貫と飛びと頭突きを見なあかんから、ホンダ戦って。マジでインパクト通んのよね、ホンダ。キーさんは大 P 差し返し8割で立ち回ってる。あー、まあ確かにね、リターン考えたら、取り狙うのがやっぱ一番いいよね。うわー、うわー、頭突きでサマー潰してからの補正切りインパクト。やる気がやばい。やばいやばい、なにこれ。インパクトしかしてない。やっぱホンダの試合いいな。うん。やっぱ、気楽に見れるな、ホンダ戦は。やっぱ。両国で見れるのかな、こういう試合。うわぁ心が折れる瞬間。これ。衝撃映像。弱です。これ、樋口は、今日落とせるタイミングで、射撃パンチ出したんですよ。で、これ弱百貫やから、透かせるんですよね。弱百貫マジ強いから、これ。ガールが消えた。まだこれ年季ですよね。そう。7色のケツ。あ、これ使うんだね。いやー、俺も撃ってやるぜと思ったらこれだ。てか、マジ強いな。この試合やばいな。マジで。えぐすぎ。いや、これはちょっと確かに、これメンタル。最後のケツ相当メンタルやられるな、あれ。え、ちょっと、金さんも、日本代表になってくれんかな？日本のキャラで。まあ、日本のキャラって、ホンダとリュウしかいないから、まあ、取るとしたらホンダやろ。もう、だから、金さんしかいないね。日本代表の日本人キャラ。でも、この人、金さんは、ストリートファイターシリーズでは有名じゃない人なんやけど、スト6で、こういうオープントーナメントの大会で、プロを倒しまくってる、ホンダ使い。いや、この組み合わせ絶対きついと思うねんけどな。まあ、ホンダの中でも多分かなりきついと思う。めっちゃいい試合してんな。うーおー、すごい、カラジャンプ2回。回復。いや、いけ！あるぞ。うますぎる。おー、ハブレシア。おー、拾った。めっちゃいい試合やん、これ。あ、どうした？いや、インパクト来たら終わる。インパクト来たら終わる。またいや、まぁ、百貫って百貫匂わされてるから、インパクト通るんよね。だ結構その、JP とか、まぁ、JP に限らずないけど、まぁ、JP 特にないけど、バッタで、バーンアウトをしのぐっていうのは強いよ。ジャンプして、で、着地に SA とかアムネージャーのコマンド仕込んで、着地にインパクト合わされてもそれは返すみたいなのが強いねんけど、百貫があるせいで、ジャンプできないよね。画面端で。これが結構きつい気がする。うん。パンのこの、てか守りがうまいねんなぁ、キーさん。なんか、ありっていう、なんか攻めさせない力が強い。
まあ、しゃがみ小判がやっぱ本田強いから、それうまく使ってるね。この駒投げもね、強いねんけど、JP にやっぱ打ちづらいんですよね。JP にその、駒投げで、あ、え、なんか出た、出た、釣られた。おー、大パンチで釣った。え、今のすごいな。頭突きと見せかけて大パンチした、今。すげえ。読み合いが深い。アムネジアを、大いちょうをアムネジアで取られちゃうとフルコン食らうから、駒投げタクがすごい行きづらいよね。JP 戦って。だから駒投げキャラに強いねんな、JP って。結構ね、しゃがみ弱パンチで相手の技打ちなときに、ホンダはすぐしゃがみ弱パンチもう一回打ちやすいよね。しゃがみ弱パンチの、弱攻撃の相手に与えるのけぞりの、のけぞり時間って、キャラによって全然違うんですけど、JP とホンダが一番長い。JP のしゃがみ弱パンチとホンダのしゃがみ弱パンチは4フレなんやけど、めちゃくちゃなんか相手をのけぞる時間が長くて、相打ちなときにすごい強い。あの、動くスピードが速いから。速いというか、相手がの動けない時間が長いから。だからなんか結構このゲームって、相打ちコンボみたいなのがいっぱいあるんですよ。相手の攻撃、このフレームでこれ出したら相手の4フレと相打ちになるけど、こっちが先に動けて、その後コンボ繋がるみたいなのがいっぱいあんねんけど、ホンダと JP にだけできないことが多い。これも相当危ない試合してんな。そうそう、DJ は一番短い。DJ は、DJ のコパン自身の全体フレームが全キャラで一番短い代わりに、与えるその、のけぞりも短い。あー惜しい！って勝っとるやん、もうこれ、キーさん。勝っとるやん。強っ。プロの試合ってこういうキャラ相性が明確に良い組み合わせで勝利のプレッシャーってあるものなんですか？まあでも、このゲームはそんな、言うて知れてるんで、まあ、JP 有利だと思うんですけど、まあ全然その、2先とかやったら全然ホンダ勝ってもおかしくないぐらいの、言うてそれぐらい相性なんで、まあそんな強いのはないと思いますね。なんか、もう本当にやばいぐらい有利みたいな組み合わせは昔のゲームでやったらちょっとそういうのあったかもしれないです。これ負けたらさすがにやばいみたいなのあったかもしれないけど、まあ言うて全然正直、ホンダ勝てるんで。まあ特にホンダはやっぱ実戦値高いんで、火力高くて相手に対応させるキャラやから、まあ全然どのキャラにでも、勝てるんですけど、ただその、反面やっぱ安定させるのがすごいむずくて。で、キーさんはかなりどの大会でも活躍してるから、まあそれがやっぱすごいなって感じですね。あら、ミスってる。あ、でも、これ、ネモさん、買ったな、これ。これ、黒入っていいやろ、これ。はうわっは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 っやっぱむずいんやな。いや、でもさ、完全に今勝ち確多分逃したね。ラッシュコパンから引き中パンチが繋がらなかった。これが繋がらなかったから。いやー、マジこのゲーム、どんだけやり込まなあかんのこれ。まあ、1年目って感じやね。やっぱり、そう考えると。多分これを7年後に見たら、いやいや、ミスりすぎでしょって絶対なるから。そうそう、まだ半年やからな。いや、やっぱそうよな。なんか、ボッコボコやないか。やっぱいや、このゲーム半年にしては、すごい煮詰まってるよねっていう、話よくするし、よく聞くし、実際そうだと思うねんけど、やっぱり、こういうの見ると、あ、言うてやっぱ半年のゲームだなって思うよね。そう、攻略スピードは高いけど、やっぱりその、連動で言うとやっぱり、まだまだ、めっちゃみんなミスしてるなって思う。で、売りの試合ちょっと見てみるか。いや、さっきの試合ちょっと衝撃ってか、あれやな。キーさんのちょっと、リプレイ、あれやな。衝撃映像ばっかり残ってんな。さっきの樋口と根本さんの試合ちょっと、やばかったな。いや、インパクト。待って。あ、抜きさんはでもあれよ。これじゃなくて、球骨の方や。球骨の黒だね。もう今日はこれやって感じやな、もう。インパクトの調子がいいって感じだね。やばい、これ。
やばすぎだなこれ本当に。このホンダ、いや確かにホンダのインパクトなんかちょっとおかしいなこれ。キキさんだけが知ってる何かがあるかもしれんな。うまい。いや守りマジうまいねんな、すごい読み勝ってる守りで。やばいやばい、逃げられへん逃げられへん。いやー終わっ、いやさすがにリサじゃないよな、さすがに残るな。あリサだ、積んだ、ほらあれだ、インパクトさせて終わりだ。この後インパクトで終わりだな。インパクトしないんだな。いやーすごい勢いだな。そうだな、インパクトで積むところはあえてインパクトしないんだな。うわプラス5フレから中足出すんで強いんかな。フレーム的にあんま強くないような気がするんだけど、これじゃあ駒投げ全部通んねんけど、駒投げだ、駒投げとインパクトが全部通る。腹立つなこのホンダの前後歩き。あーうまっ、いやマジでうまい、マジでうまい、マジでうまい。技の使い分けは完璧。インパクト、あミスが、ミスっちゃう。おぉ、頭突きなんだなぁ、そこ。へぇ、100巻じゃないんや。いえいでぇ、あはは。なんだこれ。何今の。